はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、人生ゆるーく小難しく考えないっていうお話をしたいと思います。とにかくですね、ゆるーく生きていいんです。どうですか皆さん、今力入ってませんか？そしてですね、頭の中でいろんなことを考えてませんか？私もですね、本当にこうね、脳疲労ばっかりしてて、もう脳がオーバーヒートした過去の経験がある人間でですね、とにかく私はですね、やっぱりど真面目で、白黒つけたがって、正義感もあったり、もう本当にですね、もう真面目な人間だったんですよ。そしてこうあるべきだとか、完璧主義とか、まあそういうね、ことのその先には心配性だったり、まあ不安があったりとか、まあとにかくどうですか、そういうことって全部頭の中で考えてるんです。こうなったらどうしようとか、こうあるべきなのにとかね、全部考えてますよね。その考えてることがですね、自分を苦しめて、自分の免疫力も下げて、もう人生がつまらなくなって、もう本当に絶望までして、もう悲観的になって、全くですね、いいことがないんですよ。私本当にそういう経験したんで、頭でですね、いろんなこと考えたり、真面目すぎたりって、力をね、もう入れたりっていうのは良くないんだなって分かったんですね。もう分かってからは、もうね、なるべくですよ。いきなりはね、なかなかね、変えられないから、まあね、そういうことに気づけたから、よし、もうね、今日から頭でいろいろ考えるのやめようと思ったんです。もうここに書いてるように小難しくっていうのは、その小難しいっていう意味はですね、調べるとちょっと難しい、煩わしい、面倒っていう意味なんですよ。だから私は過去にもう小難しい人間で、それはちょっと難しく考えて、煩わしいことを考えて、面倒なことを考えてたっていうことなんです。だから考えすぎなんですよ。頭をフル回転させて、例えば私の動画一つを見た時にですね、皆さんが、なのかさんこういうこと言ってる、こういうふうにね、捉えたらって言ってるってね、まずね、思っても、その次の瞬間に小難しく考えちゃう方がいるんですよ。それはコメントをいろいろいただいて、それを感じるんですけど、でも、そういう時って、でも相手がこうだったらこうじゃないですか。でもその時、じゃあ僕はどうだったらね、いいんですかとかね、ものすごくこう、なんて言うんですかね、この今私が言ったのは簡単に言ってるだけで、その方はものすごく本当にそれこそ小難しくですね、私の動画で伝えてることをものすごく自分で分析をしようとして、いや、それってこうだから、いや、でもそれってってこう、すっごく脳を働かせてらっしゃるわけなんです。それはですね、いらないっていうことなんですよ。いや、もちろんね、私の動画を見ていただいて、まずは理解しようとするのは全然いいんです。まあ、それは普通なんです。私もですね、まあ、いろんな方の、動画を見たときに、そういうことなんだなって、こう、まず理解しますよね。まず理解するときに頭で考えます。その普通に頭で考えることは私今回言ってるんじゃなくて、小難しくっていうことなんですよ。普通に理解して、そうなんだ、今まで自分はこういうふうに生きてたから、こういうふうになってたんだって、これ普通に考えるってことなんです。普通に物事を理解するっていうことなんです。そうじゃなくて、小難しい考えは、自分にとって良くない、自分を辛くして、自分の脳を疲れさせるっていうことを今回お話ししてるんです。そこの違いなんですよね。普通に理解しようとするっていうことと、小難しく物事を受け止めて考える。その違いなんですよ。そして、その小難しいの、そのもう一つの、表現としては、食い下がるっていうことなんですね。食い下がるっていうことをちょっとネットで調べると、こういうふうに書いてます。食いついてぶら下がるようにして離れない。で、もう一つの意味が、粘り強く相手と争ったり追求したりするっていうことなんですね。もうぐーっとですね、もうね、しがみつく。その物事にしがみついて、ものすごく追求して、これってどういうことなんだって、ものすごくっていうことですよ。もう食いつくっていうことなんですね。だからそれが小難しく考えちゃうってことなんですよ。これってって、でもこれってこうじゃないか。ってこう、すっごく難しく考えちゃう。それをですね、もうやめてくださいっていう話なんです。まずはですね、このね、私のチャンネルに出会っていただいて、動画をまず見た時にですね、このなのかっていう人こういうこと言ってるな。自分は今までこういう考え方してなかったなって、まずね、わかりますよね。気づきますよね。そしたら、そっかっ
ってこうね、ああそうなんだってまず理解して納得して、じゃあこれからはそこはそういう風に生きてみよう、これだけでいいんですよ。まあ、もちろんね、その動画の内容がね、まあ腑に落ちたらっていうことですよ。すべての動画ね、皆さん 100% ね、自分にね、響いてくださいとは私は思ってないです。人それぞれ、まあ響く方もいれば、いや全然っていう方もいるのは私もね、分かってますんでね。皆さんが、あ、この動画見てよかったって思ったらっていうことです。まあ、これはですね、私のこのチャンネルだから私の動画って言ってますけど、皆さんが本屋さんに行ってね、まあ、自己啓発とかいろんなね本がありますから、それを手に取って、ああこのね中のこのページのこの一行はなんかこうビビッときたなって思ったとしますよね。その時も同じですっていうことです。どんな時でも小難しく考えずに、自分にとっていいものがあったら、まあ、スーッとこう受け入れて、そしてああそうかこういう風に生きていこうって、もう軽くでいいっていうことなんです。軽く緩く、もう脳をですね、もうねフル回転させない、ただ一旦は理解して納得して腑に落としたら、もう緩く、もう軽くでいいっていうことなんです。緩さがない時に人生ってめちゃくちゃきついんですよ。こうあるべきだ、完璧主義ね、白黒はっきりつけなきゃ許せないとかね、あの人っておかしいとか他人をジャッジしたりとか、それって全部緩くないんですよ。もうガチガチっていうことなんです。だからガチガチに生きてないかをちょっと振り返ってみてください。私過去めちゃくちゃガチガチ人間だったんで、もうね本当に疲れ果ててました。脳ばっかり使って考えすぎて、物事をいろんなこうリズムでですね、もうこれってどういうことなんだろう、でもそれってって、とにかくこう自分の正義感とかね、いやこうあるべきでしょって、なんかおかしいわとかって思っちゃう人間だったんですよ。でも今それ一切ないんです。もう他人は他人で自由だし、まあ、世の中は世の中で、あ今こうなってんだなって、でも私は私で今日ね、私の人生を楽しく生きてる、もうそれでいいやっていうことなんです。もうめちゃくちゃ緩く生きてます。緩さがあるから楽なんですよね。ガチガチがないからなんです。こうあるべきだっていうのがないからなんです。そして自分が納得するまでもうとことんまで考えなきゃ、自分が自分を許せないとかいうのも全くないんですよ。多分ですね、その小難しく考える方たちは、物事に対しても、なんか本当にね、白黒はっきりつけたいとか、ちゃんとね、答えを出さなきゃ嫌だと思っているかもしれないけど、自分自身にもね、めちゃくちゃ厳しい人だと思うんですよ。自分自身にも緩くないんですよね。だから相手、他者に対しても緩くないから、もうガチガチな人間関係だったり、まあ、人生にゆとりがないというか、ほっこりするね、その瞬間があんまりない。いや、もちろんゼロとは言いませんけど、多分ですね、もう常になんかこうピリピリしてたり、力が入ってるとか、まあ、脳が疲れてる、で免疫力もなんか下がって体調も悪いとか、で結局なんか、あ、なんか鬱なのかななんて思っちゃったりしてね。本当の鬱ってそういうもんじゃないんですよ。本当の鬱っていうのはまたね、もう別問題なんです。あ、私って鬱かな、俺って鬱かもなんて言ってるね、そういう状況っていうのは本当の鬱じゃないんです。ただ自分がちゃんとした物事の方向性ね、そっちの緩く生きていいんだよとか、力を抜いていいんだよって、自分にとって楽な道を選んでないから、ただ自分がきつくなってるから鬱かもと思っちゃってるだけなんですよ。いろんな不調が出てるから。でもその不調っていうのは自分が緩く生きれば改善されるんですよ。そして緩く生きるっていうことの、まあ、具体的なね、ことはもちろん力を抜くっていうことでね、頭でいろんなことを考えない、小難しく考えないっていうこともね、もちろんなんだけど、もう一つの方法としては、体をね、動かしてください。そしてですね、快楽、その快楽って変な、ね、意味じゃなくて、自分が心地よくて喜びを感じて、ああ気持ちいいって、もう生きてるって楽しいって思える、そういう快楽を味わうっていうことなんですよ。それには、自分がいろんなとこに出かけたり、あるいは行動する。別に外に出かけるだけが快楽じゃないです。家の中で大好きな映画を見たり、本を読んだり、絵を描いたり、いろんな美味しいものをね、料理をして食べるとか、自分が快楽、本当にこうね、心地いい。そういうことを感じられることを意識してやっていくっていうことなんです。頭の中で小難しいことを考えなくていいんです。ただ五感を使って自分が本当に幸せだな、楽しいな、美味しいな、ね、気持ちがいいな、そういうことをしていくだけでいいんです。
そしたらメンタルが安定するんですよ。だって楽しいとか嬉しいとか喜びを感じてたら波動が上がりますよね。あの負の感情、小難しく考えて、もう難しいことで頭をいっぱいにして、もうなんかこう眉間にシワを寄せてる状況っていうのは波動は上がってないんです。波動は下がってます。で、波動が下がってると、それって他人にも波動って伝わるんでね。あ、この人ってなんかね、嫌だなって、なんかあんまり楽しくないな、この人といてもって感じるんですね、他人が。ということは、いい人間関係が築けませんよね。ということは、孤独になりますよね。まあ、孤独になると、あ、なんか自分の人生って、なんか嫌だなってね、何なんだこの人生はって、今度、あの人生とかに今度不満が出てきて、そしてそのさっきのね、あの自分のことをよく思わない人たちを恨んだり、まあ、とにかく周りにですね、今度、あの負の感情が湧いてきちゃうわけなんです。そして今度は自分にもそれが向いてきて、あ、やっぱり自分ってダメなんだとかって、あの自分とか周りすべてに負の感情しか湧かなくなっちゃうんですよね。だから波動を下げちゃうことをやってるとそうなっちゃって、で、それもさっき言ったように、あ、結局自分は鬱になっちゃったみたいな、全部あの鬱とかその人生とか他者、そういう周りのせいで自分は不幸なんだって思い込んじゃうようになっちゃうんですよ。だから結局自分をいい方向に持っていこうっていうことをしないんですね。で、ただただもう私は不幸だ、俺は不幸なんだって思っちゃってる。で、嘆く。で、愚痴を言う。不平不満を言う。誰かを恨む。そうするともう全くいい方向に行きませんよね。もうそれ分かりきってることなんですよ。だから結局は快楽、自分は楽しいと思うこと、嬉しいと思うことをただひたすらやっていくだけでいいんです。頭の中で小難しいことを一切考えない、ただ理解するだけでいいんです。あ、こういうことなんだなって、もうラフに軽く理解してください。あの人っていうのはどうですか？皆さんもめんどくさそうな人と付き合いたいと思いますか？気難しそうな人と付き合いたいと思いますか？なんか負のことばっかり言ってる人とね、仲良くなりたいと思いませんよね。ということは、軽く、ゆるーく生きてる人の方が、みんなですね、付き合いやすいと思うんですよ。明るく楽しく、今日を楽しんで、五感を楽しんで、自分のこう快楽を追求してですね、あ、今日も楽しい、今日も幸せだって思って生きて、ニコニコしてる人の方がみんな好きなんですよ。だから結局は、あの、そういうみんなが好きな人に自分もなれば、自分も楽しいんです。自分自身がまず楽しくなるから、そうするとそういう楽しく生きてる自分を他人が見て、あ、この人いいなと思って、いい縁が巡ってくるっていうことなんです。だからですね、あの、ゆるーく生きて小難しく考えないのが一番なんです。まあそういうふうにですね、あの、ちょっと生きてみてくださいっていうお話でした。まあそういうことで、このチャンネルの動画でですね、あの、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、絵の横に書いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなってね、思って、あ、そうそうってこう、思い出していただけるようにお役に立ててみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、あの、既存のね、あの、ミンネの方に出品している作品の中から、あの、あんまり書き込み量が多くないもののみ受け付けてます。そして言葉はですね、皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければ、あの、短いね、一言でもいいですし、長文でもね、今までオーダーを受けてました。あの、たくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それもあの、受け付けてますので、あの、ぜひですね、本当にこう、私をね、あの、動画だけじゃなくて、絵の方でもお役に立ててみてください。あの、心込めて、一点一点、こう、原価でですね、手書きで、あの、書いてます。あの、印刷物じゃありませんので。そして、あの、写真よりですね、やっぱり、こう、実物の方がね、全然いいです。あの、写真はちょっとね、なんか暗めに写ったり、なんかこう、色がね、あんまりこう、ほんわかね、写ってなくて、ちょっとこう、暗めに写ったりしてますんで、まあ、本当にですね、こう、実物を手にしていただいてね、あの、飾っていただけたらなと思ってます。そして、あの、今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね。それはですね、あの、コミュニティっていう場所のところに、あの、随時ですね、あの投稿させていただいてます。今まで本当にですね、あのご感想いただいてありがとうございました。で、そしてあのインスタの方にもね、あのレビューっていうところをあのまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、あのアクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、まあ、いろいろですね、あの私をお役に立ててみてください。では今回もありがとうございました。